本日のニュースです。鹿の角の無料配布イベントが開催されました。今月8日、シッカニア東京にて先着100名のお子様に鹿の角を無料配布するキャンペーンが始まっています。子供が大人の仕事を体験できるシッカニアでは、新しく鹿が提供する新エリアがオープンしたことと連動しています。気になる鹿のお仕事体験ですが、寝ている姿を見せる、食べている姿を見せる、のんびり歩く姿を見せるなど、見ている人に癒しを提供するハイレベルな業務内容。参加者は将来は鹿になりたいと目を輝かせていました。次回もお楽しみに。